マイナポイントについてお話ししますの巻はい本日2月28日はマイナポイントをもらうための最終日です。今、マイナンバーカードを持っていない人でもまだ間に合うかもしれません。まず、マイナポイントなんですけど、このマイナポイントっていうのはマイナンバーカードを作って3つの条件を全てクリアすると合計で2万ポイントが もらいます。もらうポイントは自分の好きなポイントでもらうことができます。楽天ポイントとか PayPay ペイペイポイントとかいろいろあります。そのポイントをもらうためのマイナンバーの申請期限が2月28というわけです。今、マイナンバーカードを持っていなくても2月の28までに申請できればまだ間に合います。申請は オンラインでもできます。その時に通知カードに書いてある申請書 ID が必要です。この申請書 ID が分かっていればオンライン上で申請ができます。URL は概要欄に貼っておきます。本日オンライン申請のページを見てみたんですけど、そしたらアクセスが集中していて期限が3月1日になっていました。ですので、 2月28ではなくて、3月1日までに申請できれば OK です。3月1日までにマイナンバーカードを申請して、そしてマイナンバーカードを受け取ったら、この3つのことを5月末までにやれば、マイナポイントが合計で2万ポイントもらえます。今後、日本で生きていくためには、マイナンバーカードは必須なものになると思います。ですので、 マイナポイントがもらえる今のうちに作ってしまうのがいいかと思います。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。最近だと健康保険証の代わりにマイナンバーカードを使えるようになったりしたので結構便利ですしね。そうですね。で、運転免許証もマイナンバーと一体化するって言われてますよね。でね、マイナンバーカード、まあいろいろ言われてて批判もあるんですけど、僕はね、いいと思うんですよ。 なぜなら免許証と健康保険証。これがね、マイナンバーと一つになって、すごい効率的というか、いいですよね。僕は車を運転しないので、もうね、運転免許証と健康保険証は財布から取り除いて、マイナンバーカード1枚を入れています。もうこれだけでもね、財布がすごいスッキリして、僕は嬉しいです。よく言われるのが、マイナンバーカードを落として、暗証番号がもしバレたら悪用されるかもっていうのが言われてるんですけど、ただ落としたら、 すぐにロックしてしまえばいいと思うんですよね。で、しかも将来的にはスマホに入れることができるみたいですので、持ち歩く必要がなくなるんです。なので、より安全になるかと思います。もしスマホを落としたらどうするんだって人もいるかもしれないんですけど、僕は財布を落とすぐらいだったらスマホを落とす方がいいと思っています。なぜなら、スマホは遠隔でロックができますし、 遠隔でデータを消すこともできます。で、データはクラウドにバックアップが取ってありますので、新しいスマホをまた買えば、すぐに復元ができると思います。そう考えると、財布を落とすくらいだったら、スマホを落とす方が良くないですか全部のカードをマイナンバーカードに結びつけて、それをスマホに入れるのが僕は最強かと思います。しかも、そうすれば、財布に入れるカードも減りますよね。 僕は家の鍵もスマホで開けれるようにしていますので、今持っているものがスマホと財布になります。で、もしね、財布がいらなくなれば、スマホさえあれば生きていけるようになりますよね。僕はそういう未来になってほしいと思っています。僕はマイナンバーカードに期待をしたいと思います。はい。というわけで、浜ゆっこと秀<雪>、ひでゆきがお送りしました。ためになった楽しかったという人は、高評価とチャンネル登録お願いします。 チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねーバイババイバーイ,バイ,バーイ